られてきております。その経験でいろいろにもお話をしていただいております。今日は膨大な画像情報から考えるこれからの写真運動ということでお話をいただきます。それでは高木、代表をお願いいたします。はい、ありがとうございます。隊長で高木隊長です。隊長というのは、私の、TK プレスセンターの、一つのサイトで撮影職人隊という、ところからお仕事を頂戴してて、それも商標登録しておりますので、日本で一人しかいない撮影職人隊の隊長の高木大輔でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ご紹介ありましたようにデジタブルも、第90回の勉強会を迎えました。10回単位で記念勉強会ということで多くの皆様にもお越しいただいてやっております。で今回は、私のお話は膨大な画像情報から考えるこれからの写真フローという、壮大なテーマでお話をさせていただきます。とはいえですね、いわゆる画像や映像の専門の研究者でもありませんので、小さなスタジオで、写真を撮り続けている一現場写真家としてのお話になります。いろいろ、尖閣独善、橋梁のお恥ずかしい部分も多々あるかもしれませんけど、どうぞ最後までご寛容にお付き合いいただければ幸いです。はい、それでは、デジタブル第90回記念勉強会基調講演膨大な画像情報から考えるこれからの写真フローです。はい、はじめにですね、この勉強会の直前の11月1日ですね、折しも朝日新聞のこう日曜版でこうグローブっていうのがあるんですけど、これに、カメラと変わるという、特集が組まれました。これ回覧ってほどではないですけど、ここ置いときますんで、もしまして回してください。はい、でこちらですね、どんな内容か今回ってますけど、これ表紙ですね。はい、で例えばいろいろなこの新しいカメラの潮流、というのが載ってます。見てきますと、最初見出しを読んできますけど、インスタジニック買い物も旅も、なんて書いてあります。インスタジニックジェニックっていうのはですね、インスタグラムという言葉が、流行っております。インスタグラムっていうのはiPhone とか Android とかですね、そういう端末で写真を、撮影して、で、そのスマートフォンのアプリで写真を、共有していくというようなことです。ツイッターっていうのがありますけど、ツイッターの写真版みたいなもので、これが急速に普及していっております。で、こういうことがですね、ある年齢層まではですね、こう割と写真の共有文化でこう支配的なようなことになって、でこういうことの付加価値でいろんなことが起きているということですね。はい、それから、映される街減る死角なんてなりますけど、簡単に言うと防犯カメラとかさまざまな街中にカメラとか映像の記録の、仕掛けが、組まれています。Google マップなんていうのもそうですね。で、こういったことが、単に防犯だけじゃなくてですね、いろんなことにこれからこう使用されていくであろうという布石でもなっているわけですね。はい、それから誰もが携帯する時代。はい、どんどん見ていきますか。見えてきた難民の姿、これは何かなというと、こう難民には衣食と同じくらい大事って書いてありますけど、要するに今ちょうど問題になってますこの難民問題っていうのも、
難民がですね、自らですね、自分たちのことを、まあ、例えば撮影して、これを直接ですね、SNS なり世界にこう発信していくと、まあ、俺たち難民なんだぞという言い方、語弊ありますけど、結局、従来はですね、この通信社とか報道機関が、まあ、公表するまで分からなかったような問題というのが、こういう当事者そのものが直接今発信するようなことに急速になっているということなんですね。はい。まあ、これは難民一緒、食事と同じぐらい大事というのは、まあ、こういうことによって発信していることによってより注目が集まって、まあ、いろんな支援とか、まあね、国際情勢が動いているとそういう現実なんですね。はい。ちょっとなんか欠けちゃいましたね。あ、大丈夫ですかね。はい。で、まあ、ナノから宇宙までなんていう見出しがあったり、ちょっと飛ばしていきますけど、一眼レフカメラ迎えるパラダイムシフト、転換点だということですね。それからですね、まあ、報道現場も変化に直面している。それから四角い常識を覆すなんてのありますけど、これはですね、ちょうど去年の11月の80回記念勉強会でもリコーイメージングさんのご協力いただいてカメラをお借りして360度カメラっていうのをやったんですね。一発でこういうところで、こういうところの会場で真ん中で撮ると全員が写ってると、撮影者自身を含め。で、まあそういう画像っていうのは撮ってるのっていうのはこう変なこう、円形を変形したような、実はそういう画像になって、まあそこを四角く切り取ったりしてますけど、当然360度ですから、情報値としては四角くないんですね。まあそのようなことですね、これ。はい。で、こちらはですね、初のサーフィン喜びを撮るって書いてありますけど、これはあれですよ、こうアクションカメラ、これ GoPro ってやつですけど、で、去年もお話ししました、新しい、去年はですね、半分は新しいカメラの潮流ってことだったんですけど、まあこういった身につけたりするアクションカメラで、これによってもうこれも今放送の現場でもですね、どんどんそう ついてますよね。朝 の旅番組なんかでもこう自転車のにつけて自分が漕いでる主人公が撮ってますよね。はい。で、今まあスキー場とか行きますと、まあ若者はそういうんでこう、撮影し合ってそれを、共有し合ってるっていうのが、現実です。はい。それからまあ、ちょっと脱線しますけど、去年はレンズスタイルカメラなんていうのもやりましたね。これはデジカメのレンズが離れちゃうんですけど、この間を配線がなくてもその Wi-Fi で飛んじゃうわけですね。で、まあ、それは使ってみると便利なことはあるわけです。で、若者にとっては、若者っていう言い方は語弊がありますけど、まあ、使用する方にとってはもうそのままそうしたら、そこから SNS に出せ、まあ、簡単に言うと共有できると。はい。いっぺんこうパソコンを介するとかそういうことはないわけです。もちろん携帯で撮ってもいいんですけど、携帯よりもレンズスタイルカメラ、いろんな例えば一眼レフのレンズで、撮って、だから画質が違うわけですね。で、受けてるボディが離れて高画質だったり一眼レフの画像を、そのまま直接飛ばせるというような状況になってきているわけです。はい。まあ、そういったアクションカメラ系のお話ですね。で、それからですね、ここまで来た内視鏡っていうのありますけど、これはちょっとこの後触れます。医療分野でですね、非常に注目されている、はい、などというようなことが、書かれておりました。で、これはちょうどですね、まあ、昨年、の私の、お話で、まあ、そういうデジタル環境の急激な変化っていうのがあって、こういうのが生まれたということだったんですが、ちょっと映像、去年の映像の触りを用意してますので、まあ、時間の関係で割愛する予定だったんですが、今日ちょっと講演者が一人欠席しましたんで、少しゆっくりめにやりますんで、ちょっと触り見てみましょう。ちょっとこう YouTube に飛びますので少々時間かかるかもしれません。先月行われた8周年の記念勉強会の基調講演に
これはあの週刊デジタブルっていうんで宣伝のためにですね、去年の勉強会の後から毎週金曜日に発信している、その一番最初の創刊号のシーンですね。なんか同じ洋服着てきちゃったような気がします。はい、まあ、この辺で音声絞っちゃってますけど、要するにあの、まあ開始した時はまだ iPhone もなかった、まあ、でその年に iPhone が発表されてるんですけど、まあ、そういうような状況でですね、あのデジタブルが、まあ、9年間、よくぞ9年間、たかだか9年間なんですが、この前半の、4年間ぐらいっていうのはですね、ほぼあの、まあさっきフォトショップとかですね、いろんな画像ソフトの研究をしてついていこうとか、デジタルカメラが高画素化するのにどうしようかとかですね、まあ、そういう話でが主体だったんです、とかそれしかなかったですね最初はね。で、途中からちょうど後半になるとこういうことで、まあ写真を使っていく発表する、そういう、まあ、プラットフォームが急速に変わってきたわけですね。でたかだかまあ、だからここ、ほぼみんなが使うようになったというのはここ3年4年ぐらいの話なんですよね。ですからやはりここの部分というのはですね、非常に早い変化で、で、去年と今年も違うんですが、まあ、これからもっとそういう変化が起きてくるだろうということを、まあ、ひしひしと感じています。で、それに加えですね、まあ、そういうカメラの使用状況、写真の使用状況というのが多角化したということと、それから高画素化が本格化するだろう。これはまあオリンピックも決まったりして、で今 4K とか 8K とかそういうことが言われてますけど、おそらく次のオリンピックぐらいまでテレビ 4K になっちゃうだろう。まあテレビがなるのはいいんですが、今あのビデオを撮ってたりしますけど、こういったもんハイビジョン規格から一気に変わっていくんじゃないかと。でそういう、まあ、予感というか、現場でそういうのをやってるものとしては非常に危機感みたいな感じで見てます、これについて、述べているのがですね、やはり、今年の夏からですね、そういう思いが非常に強くなりました。これも週刊デジタブルの夏の終わりの号ですが、ちょっとお付き合いご覧ください。はい、これはあの8月の合宿、デジタブルの合宿で、はい、あ、私なりにもう一度映像のモノクロ化についての印象をお伝えしたいと思います。シリーズの最初にお伝えしたようにカラー映像の特殊性やリアルさに対し、モノクロでは生々しさが沈静化されて、結果として形や内容の印象が深くなる可能性があります。色という膨大な情報量を切り詰めることによって、かえって見る側の集中も増し、表現したい対象がはっきりと印象に残る効果があるのではないでしょうか。映像は効果的に視覚に訴える情報伝達手段として、この1世紀余りの間すでに発展高度化してきましたが、今日ではあまりに膨大化した情報量に人々は常に追われている状況とは言えないでしょうか。かつて映画の全盛期と言われた時代、例えば日本では黒澤明や小津安二郎らの巨匠によって生み出された名作は、さまざまなこだわりと完成度に満ちていますが、今にしてみるとその大半はモノクロだったからこその完成度と、見る側の集中という構図があり、半世紀以上経過した国にしても未だに超えることのできない印象と感銘を残しているとは言えないでしょうか。この10年ほどの間にも、例えばテレビでもハイビジョンが標準化され、そしてさらに今後 4K、8K と加速度的に情報量を付加する様相を呈しています。しかし私はむしろ情報量を上手に制限選択していくことに、これからの熟成したデジタル社会をよりゆとりあるものにしていく鍵があるように思えてきています。
で、ここでカラーになって振り向いて終わるんですけど、このあと、あ、本当に海岸で会員の協力を得て撮ってたんですね。はい、こんなところでやってました。ここはちょっと見せない予定だったんですが、今日は拡大版ということで、はい、はい、それで、ですね、まあ、今年の途中から特にですね、このやはり、日頃扱っている写真のデータ量、それから、まあ、でこれがさらに、あと映像の方ですね、特に映像というのは動画です。これがハイビジョンからですね、先ほど表を出してました、ハイビジョンのですね、約4倍以上 4K というのがあるわけですね。で NHK なんかが騒いでます 8K、 その先 8K なんていうのはまたさらにその4倍で、これはね、1枚の写真でも4倍になるっていうのはすごいことですけど、動画映像って1秒間に30コマあるわけですから、これはものすごいデータ量になってくるわけですよね。で、まあ、考えてみればそのハイビジョンのテレビになったっていうのもここ10年ぐらいの話じゃないですか。でそんなに早くですね、このプラットフォームをですね広げていくことは、まあ、良いのだろうか、ついていけるのだろうか、まあ、そういうような危機感を持つわけです。で、いろいろ考えてて、まあ、この時は白黒にすると、RGB でいうとデータ量というのは3分の1になるわけですから、はい、単にデータ量の問題じゃなくて、実は見てる中で画像情報が多すぎるので見づらかったり、伝わらないというようなこともあるんじゃないかということを思い始めたわけです。はい、はい、で、こちらの方に、今述べたようなことが書いてございます。これからさらに何が起きていくのか、から、まあ、写真および映像に関わるものとして、これはまあ仕事かそうじゃないに関わらず、みんなで考えて いきませんかというお話です。はい、で、はい、そういう前提条件があって、膨大な画像情報、まあ、やはり膨大って言葉がふさわしい。これで、まずいろいろ検索をしてみました。で、こちらはですね、ちょうどこの、あ、汚いですね、準備を始めた10月頃の膨大な画像情報としての検索結果ですけども、要するにですね、こう上位はですね、膨大な画像情報から診断治療に必要なとかですね、こう2番目もそうです、3番目もそうです、上位はほとんどですね、医療関係の記事が占めてるんです。はい、でこれは他のページもそうです。あんまりこの我々の写真の領域ってことはこういうことに反応しないです。まあ、検索上はってんです。はい、でちょっとね、ところどころで一番下エクサスケールの衝撃って書いてありますけど、これは後でお話ししますけど、こういう言葉が出てくる。はい、で、ここに書いてございますが、それで、まあ、一例を見せれば、こう IBM がこうなんたらかんたらワトソンにって書いてますけど、こう、ごめんなさい、ここでですね、やはりそういうことにですね、企業も政府も力を入れている。1200億円で買収したなんて書いてありますけど、やはり、まあ、医療の行為っていうのは非常に、まあ、お金も動くし、そういう産業とかシステムがこう発展するんだろうな、そこに先端技術が行くんだろうなとか思います。後先になりましたけど、私も専門じゃ医者じゃありませんので分かりませんが、おそらく、今診断とかで日常化している CT とかですね、 MRI、 こういうのの精度がどんどん上がってきます。で今まで以上にそういうものに頼る、そしてそれらをですね、どんどんこう、今まではおそらくお医者さんの経験とか、でその場でやっぱりこう判断してどうですねこうですねっていう世界だったのではないかな、これをまあデータベース化していって、いこうということだと思うんですね。そうすると例えばその人のもうデータとして連続して解析していくってことで、まあ、その人の経年変化っていうのも分かるし、その予測値っていうのも将来こうなるっていうのもはっきりしてくるんじゃないか。でもちろんそれは個人個人の、個体差があるわけですけど、それらが世の中全体でやることによって大きな医療情報が得られるんじゃないかということですよね、一つには。
それから先ほどグローブの記事に内視鏡って書いてありました。で、例えばその精度がうんと上がってきて、で、単に高画素化するだけじゃなくて、いろいろその情報が多角化する、要するに、例えば 3D みたいになってくる。そうすると例えば治療とか手術をするのにも肉眼で見るんじゃなくて、まあもうすでにそういうことは行われています。もっとすごい精度でピンポイントに本当にこの、患部をミクロの世界でそこを、切り取ったりやっつけたりとかいうことがおそらく、そこを目指しているんでしょう。でそういうことっていうのは一つには、まあ、例えばまあ、すごい名医で、手術の権威だなんていうそういう技術者とかを駆逐していくわけですよね。まあ平均化ちょっと言葉悪いかもしれませんけど、おそらくそれと同じような一番ベストな状態の今までとの経験とかですね、そういうあるいは器用とかいろんな問題があるんだと思いますけど、そういうことを超えて医療技術というのは格段にこう進歩していくだろうということがおそらくあるわけですね。で、今そういうことの開発とか投資が盛んに行われているということだと思います。はい、はい、でその他ですね、さっき、言いました。でちょっと回の方になってくると、ビッグデータとかいう言葉が出てきます。でですね、まあキーワードだけこんなような言葉がいっぱい出てきます。で当然ですね、そういう画像データ映像データが、膨大化していくので、パソコンのコンピューターの処理っていうのも非常に増えるわけです。で、エクサスケールなんていうのは今年の割と私も本買いましたけど、でエクサっていうのはスーパーコンピューターの K っていうのがちょっと前に話題になったわけですけど、エクサっていうのはそういう数学上の単位で K の1万倍ということだそうです。だからちょっと我々はどっちにしろ全然、お金に換算しても何にしても全くピンときませんが、ただまたそこで1万倍一気に行くんですよね。でこれがもう今現実化して、でまあね、こういうのをトレンドのエクサスケールって言葉をこう掲げてそこに向かってダッと行くというアメリカ的なやり方なんだと思いますけど、こういうことで今の医療だけじゃありません。全てのですね、世の中中の画像情報も結びつけてそこから何かを出していこう。それはもちろん企業としてはそうしたら今までなかった発見、視点から開発ができるかもしれないし、それから国家戦略とかもそうかもしれないですよね。で、まあ、とにかくそういったことで我々がこう何千万画素のカメラで重たくなったなんてそういうレベルの話じゃなくて、世の中地球全体ではとんでもないデータ量に、突入して、まあ昔からそうなんですけど、その加速度感がもう全然違うんだということなんだと思います。情報発信がほとんどです、上位は。で、一緒に皆さんにしちゃっていいかどうか分かりませんけど、従来からの写真、まあ、愛好者だったり写真従事者、そういうものに対する、この効率化の概念というのは、検索上ではほとんど出てこない。はい、10年ぐらい前はですね、ライトルームが出たとかそういうことがいっぱい主流だったと思うんですが、残念ながら出てこない。で、私たちの実感としてもこの10年、ライトルームも10年前には出てましたからね。だからあっと驚くような新たな画像ブラウザーとかですね、画像処理とかそういうフローを改善するような画期的な革命的な動きっていうのはないというふうに思います。でちょっと話はそれるんですが、写真の効率って言いますとね、これが結構検討していっぱい出てくる。オリンパスさんの、工事現場用のカメラですね。はい、で TG シリーズと、
高一郎さんというらしいですけど、ここのサイトっていうのはですね、全くもう工事現場の方に使っていただくというのがはっきりしてますから非常に明快です。で、取って、取るのにこう、もちろん工事現場っていうのは記録性っていうのが大事なんでしょうから、 GPS 機能とかそういうことは当然ですね。で、とにかくその目的に使うことっていうのは非常に特化しております。で、取った後もよいしょ、はい、その後いかに、彼らは写真をいじくるのは、趣味ではもともとはほぼないでしょうから、いかに効率よくそれを仕事として、使っていけるかということだと思いますので、で、非常にそういうことがですね、この TG シリーズ台を追うごとに非常に熟成されてるなと、なんか使ってみたい感じがしますけど、で、こういうの楽しいですよね。で、なんかかなりこの分野で使うんでは快適じゃないかなって、はい、そういう気がいたします。ね、ちょっとこれは一つの横道なんですけど、ただこういう例っていうのは他に、私が知ってる限りではそんなにない、出てこないような気がします。はい、要するに結論としてですね、この10年間ぐらいでですね、膨大化する画像情報に対し、積極的にそのフローを改善しようという革新的な動きは、個人的にはあまり感じられないというようなところです。で、だからどん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 情報を、このまま増やしていったら、どん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 その意思決定力っていうのは失われちゃうんじゃないかということじゃないかと。で、ここにいろんな証拠が載ってます。はい、いろんなありますけど、下の方、歴史的情報は時とともに増大している。これは当たり前です。積み重なってきます。情報 SN 比のシグナルパワーノイズですよね。いらない情報といる情報、雑音情報との、その比率が低下する。で、情報というのはそもそもそういうのは異なった種類の情報を比較処理する手法がない。はい。一番下も同じようなことです。はい。で、例えば、これはね、ネットから持ってきました、引用させていただきました。メールの話で出てました、ね、メールもですね、やはり1日やっぱり忙しい方はですね、こう数百って単位で、ね、届くんじゃないかと思います。で、やはり10年前もなんか煩わしいとかそういうようなことありましたけど、もうそういう日ではないですよね、はい、で、メールの送受信数が多ければ生産性は下がると、これは非常に分かりやすいですね。だけど他のことも同じじゃないかと。で、ここに、オーバーフローになると脳がどうったらとかいうことがありますけど、ちょっとこれは長くなるので省きます。はい、先ほども出てきたようなシーン、こういうとこですね。あまりに膨大化した情報量にもう追われちゃってるという感じがいたします。はい、これらの膨大化する画像情報について考えていこうと。これはもう哲学の問題じゃないかというようなことが主張です。はい、ですね、こちらはですね、実は昨日までは私の持ち時間というのは30分だったので、この辺は割愛してた部分で、昨夜中にですねちょっと足してきましたので、はい、足してきたというか割愛する前の資料を持ってきましたので、これはちょっと横道それるかもしれませんけど、一般的に作品の評価に対する考察ということですね。で、読めますでしょうかね。写真、年齢や写真に関わりの浅いものほど見た目の美しさに評価の判断が左右されると。写真技術に習熟したもの、鑑賞キャリアの長いものはあまり自分の好き嫌いというとか綺麗さにはですね、重視しないで、表現意図が分かりやすい、伝わりやすい、インパクトの強い作品をより、高く評価するということですね。で、見せる相手によってちょっと変わってくるなっていう話ですけども、一般向けするには綺麗な写真が必要であり、作品評価を受けるには印象の強い写真が有効だと。これはちょっと写真の学校の大学の、先生の、
を引用させていただいております。で、私はまあ作品家というよりも、現場写真家ですが、まあ一般の写真利用に置き換えれば、画像から何かを得ようという目的意識の強いものほど、まあ簡単に言えばビジネスで効率を求めるものは、内容や情報が分かりやすいことを本来は重視しているはずだという再確認です。はい。で、現在のスタンダードである RGB 調整を超える概念が一般化するであろうと。で、これはまあ考えてみれば RGB も長らく変わってないわけで、ただまあ午後のお話なんかでね、ちょっと私も専門研究者ではないので、確かなことは言えないですが、フォトショップも CC になってからですね、例えばカラールックアップって機能がありますよね。で、お使いになっている方いらっしゃいますか？はい、あまり手が上がらないので、あ、上がっていらっしゃいますね。どういうふうに使われてますか？はいはい、はい、あ、そうですね、はいはいはい。で、今お話ありがとうございます。まあカラールックアップっていうのは、まあ、今日の本題じゃないですけども、今までとちょっとやっぱり違った概念です。今までも、絵画調にするとかですね、いろんなフィルターっていうのがこう入ってます。作品用のフィルターって入ってますけど、まあカラールックアップ一見、作品用のフィルターみたいな感じなんですが、そういう今おっしゃったようにライトルームとかですね、で他のソフトに、で特にですね、これは映像ソフトに、まあ、アドビのプレミアとかですね、他のフォトショップ以外のソフトにその変換のアルゴリズムがそのままピュッといくと。で、特に動画で使った場合、要するに大きなそういうフィルター操作みたいな写真操作調整作業っていうのは非常にメモリーを食いますよね。ちょっと前ですと、例えば昼間の風景を夜景にしちゃう、そういうのが、まあそういうようなフィルターが、カラールックアップにあったりするんですが、そういうのって非常に、ちょっと前なら砂時計が回っちゃうような、はい、適用すると砂時計が回っちゃうような、シーンだったと思いますが、それがほとんど瞬時にいくと。で、これが驚くことに、その他ソフトで動画映像に適用しても割とすんなりいっちゃうんですね。で、これは今までの RGB と全く違った計算方法をしてるんじゃないか。で、それは時間的な問題もそうですけど、あとね、上がりが綺麗なんです。それだけ大きな昼間を夜景にするなんて変換っていうのはやっぱり非常に無理がありますから、やっぱりまあバレやすいとか画像が荒れるということがあったんですけど、比較すると従来方式より全然綺麗なんです。うん、で、これはちょっと午後のセミナーで聞いてみましょうね。はい、ちょっと脱線しましたが、まあ、そういう RGB 調整を超える概念というのがおそらく一般化していくんじゃないかと。はい、4番目は言いましたね。はい、5番目も先ほど言いました。5番目はこれからお話しいたします。はい、ということで、この下の部分ですね、ちょっとこれ持ち上がらなくてすみません。はい、これらを踏まえ、まあ、一現場写真家として今回これから考えてみよう、試してみようというポイントは各点です。カラーモードの違い、いわばカラーモノクロの比較、画像数、それからまあ画像密度、空間周波数って言ったりしますけど、まあ、そういうものに対する違い、カラー数っていうのも要するに階調数、256階調とか RGB 言ってますけど、これを減らしたらどうだろう。で、まあそれらを実証するフローの模索って大げさに書いてありますけど、そんな大したもんじゃありませんけど、ちょっと簡単な実験を用意しました。はい、で、その目的の第一は、白黒にとカラーの比較はどうかということです。これはまあ文章の方はもうあれですけど、ここでですね、下でデジタブルの展覧会も9周年というのをやってますので、まあ、まだご覧になってない方は休み時間とかぜひご覧いただきたいんですが、年々年々白黒の作品が増えております。で、デジタブルやってた9年間でも、で、まあ、写真キャリアの長いものほど、写真だけじゃないんですけど、年齢ということですね、モノクロ化する傾向があるように思えます。かなりはっきりしてるんじゃないか。で、これは
作品制作をのキャリアが長いと、先ほど見てきたように自分の鑑賞眼というか、まあ分析眼が進んで、不要な情報色さえも切り詰めて、対象に集中しようとしているのではないだろうか、からまあもしかすると実年齢でですね、もあの子供の頃とか若い頃モノクロに馴染んでるからの方が後から入ってきたと、そういうキャリアがありますから、まあ感受性がその時形成されちゃったのか回帰していくのか分かりませんけども、そのような気もあのやはりこの現状を見ているといたします。これは有名な偉人の写真ですけども、これもともとモノクロだった写真ですよね、左側で。今あのこれに着色しようという動きが結構盛んでもあります。一方ではあの映像でも NHK さんなんかがあの過去の、モノクロ映像に、着色をして、デジタルリマスターして、こんなに情報量が増えたということをやってますけど、ただ私はむしろですね、この方たちの、お顔とか、印象を特定するにはカラー情報は無理やり後からつけたカラー情報って必要なんだろうかという気がします。もう一枚ここにもあります。はい、こんな写真でした。で、これでまあこういう写真はこういうモノクロなんだっていう先入観もあるのかもしれませんけど、こちらが、着色された写真ですよね。で、まあここでカラーだからこそいろんなことがわかるっていう見方ももちろんあるかと思いますが、一人一人のこの人間の表情とかですね、あのその場の空気っていうのはですね、むしろモノクロだからこそ。あの伝わってくるものがあるんじゃないかと思います。ちょっと今日この大きなプロジェクターで乱暴に見てますけど、こういうことは多々感じられるような気がします。はい、でこれも次の実験です。ここに10枚の写真があります。みんなあの外国人ですね。で、非常にちっちゃいサイズで全く同じ写真のモノクロ化ですけど、これパッと見たときに、例えば女性が何人いるか、メガネかけた人が何人いるか、で例えばそういう写真から情報を手っ取り早く拾おうとしたときに、下の写真の方が分かりやすくないでしょうか。これはまあ普通はもっとでっかい写真を見ますけど、切り詰めて最小限度の単位あるいは透明の印象で、手っ取り早く情報を拾うっていうのはやはりモノクロの方がいろんな情報が整理されて、そういう情報はつかみやすいんじゃないかというふうに思います。はい。で、こちらはですね、デジタブルの、会員の、肖像を半ば無理やり引用させていただきます。ありがとう、すみません。はい。で、こちらはですね、右側の画像と左側の画像っていうのは、どっちが分かりやすいかって話ですけど、こっち側は右側はですね、8分の1に縮小しております、画素数を。はい、画素数が間引かれてで、右側の方がですね、目鼻立ちとかですね、この印象、この方の顔を覚えるということにはね適するんじゃないかと、であるいは若く見えるんじゃないかっていうのもありますけど、モノクロ同士でも比較してみます。別に意図的にいじってるわけではないんですが、画素数を減らすことによって細かい情報っていうのが、見えなくなってくる。でこのことっていうのは逆に大きい、部分が残ってきますから強調されると。でこれ8分の1です。 もっと小さければもっとそうなんですね。でそういうことは確かに言えそうだという感じを私は持ってます。はい、おそらく少ない画像で見た方が人の顔は覚えられるような気がします。はい、ということで、こちらをご覧ください。これは左側にありますけど NHK の
クリエイティブライブラリーってこういう資料映像に使わせていただけるところから引用させていただいてます。これデジタルカメラが販売された頃ですね。でこういうパソコンに取り込んでやるんだよということを説明しています。 3CCD なんて書いてある売り場にカメラが並んでる懐かしい映像ですが、はい、これのモノクロ版がこちらでございます。まあ、カメラの形とか印象がこの方がはっきりするような気がいたします。何をしているかということについても分かりやすいような気がいたします。で、まあ、元のカラー映像はあんまり綺麗じゃなかったということもあるかと思うんですけど、まあ、こういう情報を拾うということに関しては、カラーにじゃない方が分かりやすいんじゃないかな。よいしょ。これも NHK のクリエイティブライブラリーは音が入っている。スクラップ工場の映像で音が入ってましたね。失礼しました。急にね。あら。同じ映像のモノクロです。何をしてるのかなとか、この画面の印象の整理がされるような気がいたします。はい、まあ、ちょっとあまりいい例か適切かどうか分かりませんが、映像の世界でも先ほどの週刊デジタブルの一シーンでも言ってましたけど、どうも写真はともかくね、映像のモノクロ化っていうのはあまり今求められておりませんので、使い方難しいと思うんですが、皆さんに理解していただくような、まあ、少なくとも資料的な映像なんかではモノクロにもっと注目してよいのではないかなと思っております。はい、それからですね、モノクロの他には階調を減らすのはどうかというのは、申しました。でこれはですね、例えばこれもちょうどデジタブル始めた頃の、検証画像です。でこれは、当時の1200万画素の、ニコン D2X だっけな、これでテストで撮ったものですね。10年より前になるかなと思いますけど、でこれがですね、こちらはですね、遠目には同じに見えると思いますが、右の方はですね、256階調なんだけど2階調化したカラー、ちょっと説明が分かるかどうか分かりませんけど、RGB の中間調をなくして、ここを拡大すれば分かると思いますけど、 RGB の、まあ、いわば網点のように、白か黒かと、0か1かということに置き換えられています。はい、白、まあ、2階調化っていうのは情報があるかないかどっちかで分けた、はい、そういう情報です。でこれはですね、当時はですね、昔は10年以上前なんですが、2階調化した方が、デバイスの影響を受けないって意味ですけど、要するにプリンターによって色が変わっちゃったとか、印刷で色が変わっちゃったとか、そういうことは避けられるんじゃないかと。中間調の表現というのがなくなりますから。で、ただし画像は軽くならなかったんですね。まあ、それは例えば1200万画素だったら、もともと RGB で展開すれば35メガぐらいあるんですけど、それは全く階調が減っても情報量は減ったはずなのに変わらなかった。でしかもこれを2階調化したのを JPEG にすると、往々にして元の256階調より、まあ、重くなっちゃうと。でこれはちょっと詳しいことは省きますけど、だからあんまり軽くするっていう点では意味がなくて、まあやめちゃったんです。はい、でもちろんそれはですね、2階調化したのを保存形式を、JPEG の場合はダメだったので、この GIF 画像とかすると、まあ35メガが10分の1ぐらいにはこうなっていくというのは、
分かっていたんですけども、はい、そのような研究とかをしてました。でただですね、これもまあ、その下の先にやった方がいいかな。その下はですね、睡蓮ですね。これはですね、階調数をやはりその自負画像を利用して、左側は、RGB の元画像で、この中央っていうのは要するに右側はですね、16階調しかない、落としてるんですね。でちょっとね、この環境ではね、ごめんなさい、わからないですね。ただですね、このアップ同士で比較していただくと、はい、この水草のモヤモヤンとしたところがありますけど、例えばその形を解析するには階調を落とした方がはっきりしている部分があるわけです。だ当然中間調がどんどん失われてきますから、そういう現象が起きるわけです。でこれが、まあ、このぐらいの大きさだと、まあ、ここで見てるとあまり全体画像の方ではほとんど見分けがつきません。もちろんこれちゃんとしたプリントで出せば階調の豊かさっていうのは全く違いますけど、ただまあ何ですかね、非常にデバイスが悪い場合、印刷が悪いとかですね、そういう場合にですね、ある程度階調数落としちゃった方が印象がはっきりするだろうというようなことは考えられるわけです。はい、で当然、そしたら、これは2400万画素ですから70メガぐらいあるのがまあ何十分の1かにこれは落ちます。はい、まあ一番右側はですね、さらに4階調にした場合って、これはもう明らかにこう汚くなってきて、もうどんどん階調数を落とすと最終的にはこんな感じになっちゃう。はい、だからまあ今あんまり意味ないですけど、まあこういうようなことをこう実験としては、過去にはやっていたんですけど、まあ今のところこれでですね、まあこうした方がまあ大きいプリントとかでこれは検証したりする必要はあるでしょうけど、ただあんまり今のパソコン環境とかですと軽くしてもそれほどこう、一枚の画像で見る限りはそんなメリット感じられないし、はい、というような、まあ、中間報告的なところです。はい、こちらはですね、情報のフォーカス、はい、こちらもデジタブル会員の、肖像と言えるのかな、無理やり使ってますが、まあ、スナップです。で右の方はですね、まあこれはフォトショップの、フィルターギャラリーの、カットアウトっていうのでやってます。そうするとちょっと絵画調に近づいて階調数がやっぱり大幅に減ってるんですよ。そうしますと、まあ、例えば道路の、細かいひび割れとかなんか一切省略されました。まあ、雲もほとんどなくなっちゃいました。それで、ただですね、これやはりもともとそういうところはあってもしょうがないような部分だったので、ここのこれを小さい写真で見た場合の印象っていうのはですね、明らかにこう省略しちゃった方が上がっていきますよね。はい、まあこれ画像を美しくするっていう意味ではないです。はい、でまあこっちはまあ真ん中だけにフォーカスしてピンフォールみたいにしてって言うんですけど、まあ、これはちょっとあんまり成功してないんで今日省いちゃいます。でこちらはですね、まあ、横浜の、皆さんもご存知の風景ですね。でこれ普通に撮った写真です。でこれがですね、まあ、例えばフォーカスがうんとですね、円形でもこのぐらい切り離れるようなことが起きれば、まあ、要するにいる情報の方だけにこう特化して、あとはできるだけ情報量を減らすと、まあ、置き換えればそういうようなことがすれば印象が深まるのではないかということなんです。でただこれ残でこれはただ皆さんご存知のようにできそうでできないですよね。こんなにボケるレンズはないですよね。近い距離のポートレートとか、生物撮影の場合は別にして、円形でこれだけボケるってことはありえない。だからこれもちょっと、今回の講演に、間に合わせるために、ざっとやってますので非常に荒っぽいですけど、まあ、例えばでもこういうようなフィルターっていいますか、そういうのは一つの方法のような気はいたします。はい、で、ちょっとゆっくり話して時間が予定よりかかっちゃいました。はい、で、そろそろまとめにかかってきます。で、最後に、掲げたうちの、実験です。
で、まあ、拙い実験ですが、まず先に見ていただいた方がいいと思います。私の、できる範囲での実験をご覧ください。これはスタジオでですね、まあ、ライブビュー撮影っていうのを普通やります。カメラコントロール、PC コントロール、カメラ、パソコンに結んで、でこの時に、ピクチャーモードっていいますか、カラーモードをモノクロ化してみます。そうするとライブビューがここの時点で今、モノクロに変わります。はい。で、スタジオでモノクロ化した映像を見ながら配置する、実験をしています。でモノクロにした方がパンの角度とかですね、グラスの角度とか分かりやすいような気がします。でこれでシャッターを今押しました。そうすると当然ピクチャーモードモノクロだからモノクロになっちゃいますよね。はい。だからまあ本番の時はカラーモードをこうカラーに切り替えましょうって話なんですが、まあそうすればカラーできますけど、ただまあそういう撮り方しなくても、ロー画像の場合でしたらブラウザーソフトじゃなくて別な、モノクロのこれライブビューの拡大なんです。この方が非常にその形とか位置って点についてはですね非常によく分かる気がします。はい。特にまあ作例のようなぐちゃぐちゃした場合ですね。でまあここに出てるのは今のビデオを分解したものですけども、はい。でただですねスタジオでロードリしてる場合には、まあ、スタジオじゃなくてロードリしてる場合には、今のはニコンのカメラコントロールってやってましたけど、ニコンのソフトで見なければ、当然カラー情報が残ってるわけですから、全くフロー的には問題ないんです。で、ニコンだけでやってる方でも、ピクチャーモードは撮った後でも簡単に切り替えられますので、ニコンのソフトの中で。はい。ただ切り替えるのがめんどくさいっていうのがありますけども、モノクロの、まあ、撮影しても問題ない。でもう一つはですね別にスタジオで PC に結ばなくてもの一眼レフのライブビュー撮影ですけど、やはりピクチャーコントロールで、モノクロ、まあ、ちょっと早くて分からないです、モノクロにしちゃったわけです。だからライブビューがモノクロになります。ちょっと小さいと分かるんですけど、モノクロのライブビューです。はい。これカラーのライブビューから途中でモノクロに今なりました。でこの方がやはり構図とか配置っていうのは見やすいということは現場写真家として言えると思います。はい。でこれもまあだからまあじっくりと三脚に構えてじっくりとこう狙ってる風景を撮ったりする場合なんていうのは、もしかしたら有効かもしれない。で私の場合にはまあ仕事の場合っていうのは割とそういうふうにこういう絵を撮りなさいっていうのが決まってたりするので使えるのではないかということで、まだこの 1,2 ヶ月実験を始めたばかりですけど、はい。であと最後もう一つお話ししたいのはですね、こういう撮影をさせていただきました。今日来ていらっしゃるかな、お客さんの画像を使わせていただいております。はい。これはですねこういう、商品撮影をしました。でこれがですね次のページに資料映像入って、はい、はい、これが撮ったカラー写真です。でこちらがモノクロ変換したもので、まあ正確に言うと、左の画像を単に、モノクロ化、まあ、単にモノクロ化してるんですけど、フィルターメニュー的なことで、まあ、赤がこのぐらい暗くなるとかそういうことはしております。それとカラーバランスを組み合わせて、明るい会場では赤寄りになるようにとかで、まあそれはやってるんですけど、いわゆるラベルの部分だけどうこうしようとか、こう部分処理とか選択処理とかそういうことは一切しておりません。はい。で、まあもちろんこれは商品写真ですからカラー情報必要なんですが、モノクロの方がやはり印象がはっきりするような気がいたします。そしてもう一つですね、ここで特筆したいのは、この行為を一旦やりまして、それからその要するにレイヤーメニューが残ってますよね。でそれをごめんなさい、
そのモノクロのレイヤーメニューを要するにそこからモノクロ情報を外して、あとちょっとカラーバランスを取りましたの。それが、右側の画像であります。これもあんまり分かんないですね。あんまり分かんないな。もっと暗くしないと分かんないかな。明らかに、まあ、こちら側の画像の方が会長、要するに やってる人間の会長、能力が上がったような気がいたします。でもう一つちょっと用意しました。これですね。あれ、はい、これはですねオルゴールの中身なんですね。でこの非常に繊細なこう突起みたいのがあったりしますけど、これモノクロ化したのがこんな感じです。ちょっと下の方向を今見せたくないんですけど、まあ構造とかを見てもらうにはモノクロのような気がいたします。で同じ調整レイヤーを使って、やったものがこちらです。でこれはまあある程度はっきり分かりますかね。自己満足か自己評価ですから、右側の写真の方が明らかにこれを表現する場合の、会長的にはレベルが上がったんではないかなと、思っております。でこれが直接一旦そのモノクロにするという行為がなかった場合にはなかなかやっぱりこういうふうになりづらかったんです。でしかもモノクロで調整したものをレイヤーをそのまま使って、まあ、そのままではないんですけど、そこからさらにカラーバランスをいじってはおりますけど、先ほど見ましたように、部分処理とかしてない状況です。一旦モノクロ化で、会長をモノクロの会長を追い込むことによって明らかに自分の中での情報整理ができたんじゃないかなって気がしております。はい、はい、それで実験はここまでです。このぐらいしかできませんでした。でですね、ここで思い至ったことなんですが、まあこれらの行為っていうのはモノクロ化してからカラー化するってこともありました。それから画素数も少ないもんで判断の段階はした方がいいんじゃないかというようなことも思いました。でこれらは思ってみますと期せずして昔ですね、私がちょうど仕事を始めた頃、仕事の勉強を始めた頃やっていたデザインフローのやり方を踏襲してるんじゃないかなと気がします。その頃はですね、この広告作品を作るのにまずこうサムネイルってちっちゃいスケッチを書いて、それで企画をまあ社内的にとか出しなさいということでやりました。4案ぐらい、サムネ4案出せとかいう感じですね。これでそのうちの、うん、じゃあこれがいいだろうっていうのをまあモノクロラフスケッチでもう少し書き込むと、情報を増やす。でそこから最悪からですね、これはまあちょっと物が違うんで恐縮ですけど、モノクロカンプってやつですね。もう少しラフスケッチからもう少しお客さんに見せる段階にこう発展したもの、こっちからがカラーカンプ、こうやって情報がどん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 増えてきて、それで OK が出て撮影したポージがこれですよと、で仕上がった広告がこうですよと、こういう工程をやるのが正しいと。良い広告を作るためにはやはりこういうだんだん情報を積み重ねていくような、はい、行為を必ずしなきゃダメだということを、そういう薫陶を受けたわけです。はい、でまあこのことはですね、私の感覚は昔に回帰しているのか、映像フローを考える、映像フローっていうかやり方考えていくこと自体が、まあ、自分の中で哲学していくことでもありますから、まあ、そもそも哲学考えるってことはやっぱり昔のことを、人間はどうしても、考えてそこから判断していくという行為とも言われております。でまあ私にとっては今後ますますこういうことを考えていくのにこの哲学的行為が大事になっていくような気がいたします。はい、一番最後です。でここでですね、ちっちゃく書いたのはですね、昨日までは切り捨ててまして、恥ずかしいからちっちゃく書いてあったんですね。はい、唐突ですが、古を考えて今を照らすって
日本で一番最初の書物であります古事記の実は序文にこのことが最初に書かれている。で、古事記の目的というのが古を考えて今に照らす、古事記より前の時代のことを考えて今に照らしていくんですということがすでに最初に掲げられてですね。で、考えて古を、これが稽古という言葉の元になっているということですけども、はい、で、すみません、それでそういう全くあれですね、結局、最後は自分のこの歴史的な観念論みたいなことになって甚だ恐縮ですが、これからこういう情報洪水の中に立ち向かっていくのに自分たちが、哲学といいますかそれぞれがやっぱりしっかりして、で、その画像オーバーフローを起こさないような哲学をみんなで話し合って開発し合っていくってことも大事かなということです。変な結論で申し訳ありませんが、膨大な画像情報から考えるこれからの写真フローということで、このあと本日の、講演セミナーを通じて他の発表者や講師の方が果たしてどのような角度や観点から言及されるか、今度は私もそちらに座って一聴衆として高揚を持って展開を見守りたいと思います。これをもちまして本日のキーノートスピーチとさせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。